朝のがネイル諦めたってよ。てかさ、なんかもう、ね、浅野光先生ってさ、何歳なの？ 35 ぐらい？ 35 歳ぐらい？ 32？ 俺とタメぐらい？ 34？ いや、お前さ、本当にもう腰椎腐りかけてんだから、そんなね、なんて寝言は本当寝ていってから言った方がいいぞ。お前もう、年収250万ぐらいの、50歳ぐらいのバツイチ子持ちぐらいしか相手してくんねえんだから、ちゃんと婚活した方がいいぞ。で、冷静に考えて、ネルさんに振られるって本当に、ホームレスに振られるのに等しいからな。お前も子供産めなくなるぞ。ネルさんに振られる女ってこの世の中に存在しないんだよ。ほとんど。入れ食いだよ。ガキだよ、ガキ。あんな誰でも釣り上げられんだよ、本当に。みどりさんとかネルさんとか。入れ食いだぜ。朝は結構稼いで、女に稼ぎなんか必要ねえだろ。解消がねえんだよ。だって考えてみろ、自分のさ、好きな女がさ、いや、寝るって言ったら嫌だろ、普通に考えて。もうそういうのはでも、ダメだぜ。心配だよ、俺。昨日の麻雀大会見てないわ。暗黒麻雀楽しみしてたけど、寝ちって11時ぐらいに。朝のは普通にリア充してるから平気で違うだけで、ね。もうね、そういうのが視聴者に伝わるってことは、もうね、女性って建前をすごい保ちたがるじゃん。あれ、そういう、私はそうなんですよっていうのを、表面を取り繕ってるだけで、もう本当に、もう放送切った瞬間にほうれい線バッコーみたいな感じで多分。ほんで、汚ね、安い芋焼酎とか飲んで、汚ね、なんかもう白いパンツにうんこの筋ついてるようなパンツ履いてる。はっきり言ってゴミだよ！マジで。死んだ方がいいんだよ、本当は、朝の光なんて。ギリギリ俺たちが生かしてやってんだぞ。ゴミだよ。だって、普通さ、そういうのって伝わらないから。恥ずかしいから、これネットで言うのって。30超えて、私マジで本当に幸せなんてするような、いないから。心の中に、なんていうの、ひっそりと持っておくものなんだよ。それを外に出さなきゃ、もう、やっていけねえんだよ。どうせな、もう、山手線とかのさ、座れもしねえ。普通さ、旦那に迎えに来てもらってありがとう、つって言ってる年だよ。あんな一番混む時間に山手線のさ、なんていうの？満員電車乗ってさ、触られもしねえのに痴漢をなんか大丈夫かな私みたいな。で、そこでたまにツイート、満員電車なう、みたいな。で、痴漢されるか大丈夫、痴漢されそう、浅野先生可愛いから痴漢されそう、みたいな、くったらねえバカみたいな40歳の、もう人生終わりかけの Y 氏の隣人の、なんていうの？ね、モデルになりそうなゴミ視聴者に囲われてさ、渡してまだいけてるって。それで自我を保つこと精一杯だぞ。で、ふと、夜空を見ようと、ふと、空に目をやると、鏡越しに映るなんかもうブルドッグみたいなさ、もう、なんていうの、もう、べっちょーみたいな重力に逆らえなくなった肌が、いや、これはこんなんじゃ私こんなんじゃないっつって、髪をアップにしてみたり、マジで終わってるからな。だから俺女性は特に俺の放送見て自分の立ち位置をわきまえなきゃいけねえんだよ。そのね俺たちはもういいじゃん。もう、ね、底辺を自覚してるからもう俺たちはどっち結婚できねえよ、みたいな。いいもん、風俗行くから、っつって。風呂も入らずさ、くっせえチンポコ、真っ赤っ赤のチンポコ風俗場に舐めさせるのだけが俺の楽しみだから。で、朝の光もよ、バカみてえにや、おしゃれなご飯とかあげてねえで、汚いうんこの筋ついた白いパンツを あげろ、バカがよ！てめえ、そういう話する。おい、てか、おい、町会議は俺と朝の二人でやらせろ。その話しよう。てめえの汚いパンツをうんこの筋あげろよってずっと言い続けてやっから。他のバカな馬主と絡む気しねえわ。言っといてくれ。そういう話しようぜ、俺たちで、つって。
おかしいやんな、もう。自分のなんか、身の丈に合った暮らしをしていこうぜ。もう悲しくなるよ、あのさ、あの、きらびやかな部屋で、おしゃれなベッドを背に放送している浅野先生を見ると。なんかさ、私、売れてねえから、絶対俺が漫画出した方が売れるからな。画力なんて関係ないんで、売れるか売れねえかなんだよ、結局。売れる可能性を高めるために、いろいろ画力があったりさ、容姿があったりするわけじゃん。売れてねえだろ、あいつの漫画。漫画家名乗るなよ、お前は。そもそも漫画家なのか分かんない。なんかあんまり知らねえんだ。ただ俺今ニコ生で唯一、心開ける女だと思ってるわ。だから俺たち、同じ穴の無地なんだから、しかも世間一般で、あいつ俺の容姿ディスってたけど、俺と浅野先生パッパって並べたら、お前のがブスだぞ、はっきり言って。鼻ぼらクソ。おめえのよ、かっこいいわ、優しいから言わねえけど、クソなんかこの、釣られたみてえな。クソ鼻ぼら女。お前なんか俺と同等だぞ。だから一緒に放送しようぜって言ってんじゃん。俺と一緒に。放送しようぜ。この超会議。俺、指名するからね。なんか何やるかとか全然聞かされてねえから、誰とやりたいですかって言ったら俺もう浅野光先生と二人でやりたいですって書くからだ。本人に言っといてくれ。直々に、ご指名ですって。面白かったらセックスしないやつって。おめえが俺の、おめがねにかな女だったら抱きたくねえけど、きったねえ、なんかどうせさ、シワシワのなんか、なあ、重力に逆らえねえ、父だけでかくて、お前、そうだよ。その、自慢の巨乳ももう多分さ、乳首多分、へその位置ぐらいにあるじゃん。仕方なく俺も。浅野はお前のことすごい嫌いだ、ちょうどいいじゃねえか。なんか好き者同士で放送しても面白くねえじゃねえか。俺は別に浅野先生好きでも嫌いでもねえし。だからいいじゃねえか。何が起こるか分からねえだろう。俺唯一公式で絡みたい名前の人は浅野光先生、ほんとに。なんかすべて何言っても許してくれそうだし。な、香川の柿樽なんて別にそんな、何言っても大丈夫だろう。お前それでなんかガチャガチャしてきた、俺マジほんとに怒るぞ。俺の期待を裏切るなよ。ほんとに。お互い、思うところをぶち開け。いや、もう、うきょつとかもダメだよ、なんかもう。言いづらくなっちゃった、悪口。昔は言いやすかったけど。浅野も視聴者は純一のこと嫌ってる。お前、ここまで言ってさ、いや、純ちゃん最高ってなってたら、本当にやべえ奴らだろ。好かれる必要なのはねえんだよ、別に。やり合うんだったら嫌い者同士の方がいいじゃねえかよ。あいつ、内田京子と同じ事務所らしいぞ。お前、ウッチーに謝れ。ウッチーとか大好きだぞ、俺。お前、今すぐやめててめえ、村氏移籍してこい。おい、俺が頭下げてやっから。おい、村氏移籍してこい。俺が頭下げてやるよ。中国人って俺しかいねえから、今。おめえなんか同等じゃねえかよ。俺と中国人と浅野光でちょっと、3人で盛り上げていこうぜ。ウッチーと同じ事務所とか、汚れるわ。電撃移籍してくれ。あの、もう一人歌手がいたんだけど、デビューした直後に産休に入ったってさ、なかなかいい、浅野衆がする事務所だろ。すげえ、とんでもないぐらいお金かけて CD、さあ売るぞって時に産休に入ったわ。そういう、アットホームが。なかなかいねえだろ。それすら許す事務所。うち何でもあるよ、何でも。な、最悪って俺言ったんだよ、この前。いや、なんか、女絡みの炎上怖いっすわ。でも、俺も絶対いつかしますよ。まあ、でも、最悪一妻ぐらいまでだったらいいよ。つってたよ、ほんとに。一妻までだったらいいよ、別に。なんでもないでしょ。つって。無視しときゃいいよ、みたいな。犯罪だけ、未成年だけやらなきゃいいよ。つって。それぐらいの低層観念の持ち主だから。そこまでは許してくれるって言ってた。それが視聴者に叩かれるだろう、別に俺は大丈夫って言ってた。俺が結婚しなきゃいいよ、つって。
いいじゃねえか。良いじゃないか。浅野先生ぜひ一緒に切磋琢磨していきたい。